皆さんこんにちは、タイタラです。フォーエバーブルールミナスやりましょうか。さて、先日また生放送やって参加していただいた方々、ありがとうございました。なんとかつくも番ががっつり埋まりまして、ドドドドドドドンと、現在89まで行きました。次残り10個です。10個です。頑張ります。はい。ということで、まだね、分かってないところがいっぱいあるんですけど、まあ、この頑張って埋めていきましょうか。はい。生放送ではね、まあ、2時間半、約3時間ぐらいか、やってね、5つ埋まったのかな。なかなかいいペース。そしてね、図鑑もかなりね、埋まりまして、意外と埋まったんだよね。ほら、見て、あとね、51。コンプできるかなー、つくもは埋まるまでに。で、お宝もね、266と、まだね、だいぶ、集まったかなという感じです。はい。まあ、とりあえず今回もね、スコモ版埋まるように、みんなでダイビングして、埋めていきましょう。頑張ります。それでは、新しいセッションでレッツゴー。よし、さあ探すか、今日も。めっちゃ下のとこに入れられたな、俺。海の果てじゃねえか、ここは。ねえ、探索しましょうかね、この辺を。はい。さて、なんかないかな。前回ね、久しぶりに生放送やったらね、円盤系が埋まったんだよね、円盤系。亀連れてこいよ、みたいな。亀連れてこいか、っていう感じで。なかなかね、それも埋まって満足したんですけど。あと、沈没船のね、やつで新しい瓶が見つかったりとか、またなんかね、沈没船の瓶に入ってたお宝も見つけたりとかね。で、新しい UML 見つかったりとか。なかなかにね、濃厚でしたよ、前回。よし。3のパルスミッション発見。よし。アンノンパルスも見つけていきましょうか。お、真ん中の方に。ちょっと埋まってるけど。まあ、アンノンパルスを、じゃあ、とりあえず埋めていきつつ、円盤発見。でも、この岩の上にあるやつ、円盤のやつって、多分もう持ってるやつだよ。だいたい、地形の形を覚えてきた。再び頭に、ね、浮かんできた。なんで。よし。まあ、これはいいかな。よいしょ。これもね、じゃあなんか、つけといてあげようかな。ポエムがあるよっていう。こういう、ちょっとした優しさが、人々を救う。俺はいつもポエムは星つけてる。ポエムは。人によって違うと思うんですけど。円盤ね、つくも盤が埋まるかもしれないやつ。で、円盤は丸をつけとけば、なんか、みんな幸せハッピーになりますよね。みんなで幸せハッピーになりましょう。このゲームは、一人ではできません。みんなで遊ぶゲームです。なので、常につくも版を埋めるという気持ちを忘れないで生きていきましょう。はい。お、シアラありがとう。よろしく。ここで一緒に見つけようぜ。アンノンパルス。ここかな？ここにお宝が、お。あ、見つけてくれた。ありがとう。よし、お宝あったよ、でもここに。なんだ、イエイ。え、血は力来た、タコ。ねえ、クエスつけとこう。よいしょ。ピーって、今の多分ね、ついに、俺が集めてたなんか、その、何、なんたら像ってやつ。タコの像とか、クジラの像とか、イズルカの像とか多分あったと思うんだけど、そのシリーズが全部埋まった予感ですね、今のは。嬉しいですね。ついに、ちょっとずつ埋まっていく。どんどん埋めていきましょうね。よし。いや、なかなか最近出てくなくてね、あれ、俺困ったんでね。でもちょっと嬉しいね、こうやって。よし。さあ、この辺で、アンノンパルスもあるので、見つけちゃいましょう。オッケー。黒体。6体目見つけた。あと1体。あと1体みんな見つけちゃって、俺の代わりに。俺の代わりに見つけちゃって、俺もうちょっと別のとこ行ってくるわ。もうだって右のあっち行ってるもんね。他の人探してるわ。任せよ。探索しちゃおう、今のうちに。今日、つくも版1個ぐらい埋めたいからな、今日もさすがに。つくも版埋めの男大たら。今回多分このマップ今人が少ないんですよね、おそらく。だから、自分が探していくという熱い気持ちを持って、で、あわよくば今回もニューの魚を見つけたいなという気持ちを持っていきましょう。ポエム版見っけ。よいしょ。どうかな？ここにお宝もある。本部から各ダイバーへ。さあ、今日なんだろうね。アンノンパルスを観測できました。以上でミッションは完了です。ダイバーの皆さん、お疲れ様でした。よし、お疲れ様でした。さあ、何が来るかな。もうね、UML は全部見つけたんで、あとは色違いです。濃い色違い。本部から各ダイバーへ。ダリアのものと思われる。ダリアでくん。観測されました。
ダリア。シムルダリアはね、鳥ですね。でっかい鳥。よし。じゃ鳥探し行きますか。おい。なんだこれ。女神の木彫り像人型。これ初ゲットですね。嬉しい。だって、ここら辺に、おお、シュエラだいぶ増えるね。シュエラ増えるね。ありがとう。鳥どこだ？後ろか。あ、いた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 。シムルグダリア。写真撮り出してからは実は初ゲットかも。ね。久しぶりに鳥ちゃんでした。ま、いいことでしたね、鳥ちゃん。よし。ま、鳥ちゃんゲットしたし、またちょっと探索戻ろうか。あ、だいぶタグつけてくれている人いる。ありがてえ。ニューいた今。ニューがいる。来た、今日のノルマ達成。すっぽんぽーん。すっぽんぽんじゃねえか、お前は。すっぽん。ポンポン。河川や池に生息する雑食性の生き物。顎の力は強く、すごい。地域によっては妖怪の一種とされていたこともあって。ウォッチッチなんだ、おめえ。すっぽんは亀と異なり、甲羅部分がゴムのように柔らかく、弾力があり平らである。また、爪が生えている指は3本であり、5本爪の亀とは異なっているため、本当だ。判別は容易である。なんか鼻もなんか豚ちゃんっぽいもんな。かわいいじゃん。まだ持ってないやついたぜ、みんな。嬉しいね、こうやって。また見つけちゃうと、涙流しちゃうわ、俺。よいしょ。なんだこれは。木管。嬉しい。木管だ。よいしょ。ニューいた！でかっ！大吉登り。流れのある河川の上流から中流部に生息する大型の吉登り。禁煙種の個体と見た目がよく似ているが、いいね。本種は頬に斑紋がないこと。胸びれの根元上部に黒斑があること。黒斑がある。全長11センチメートルほどになり、大型であることなどから区別。22センチあるけどな。腹びれが吸盤になっており、皮の遡上力は強い。雑食性で主に水生昆虫や藻類を食べる。吸盤になってる。結構やっぱこのゲームってこういったちょっと豆知識が流れて、そしてそこから実際姿をちょろっと見てっていうのがやっぱおもろいよね、このゲーム。いや、ほんとそんなんなんだ、みたいな。ね。生物の不思議を知ることができる RPG。RPG じゃないです。あれ取りに行けねえ。悲しいよ。よし。いや、ここ淡水のね、行くとこなんですけど、俺ね、割と見つけたなと思ってんだけど、やっぱね、ちょこちょこやっぱ群れてない魚ってやつがね、やっぱ取り逃してんだよね。だからやっぱ、このね、細かな、チェックは、またやっていきましょう。でも、UML は、あ、ニューいた！ほら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 、細かなチェックやっていきましょう。死者も、やべ !2 匹いるってこと、つまるところ。でかすぎ。ニュー2匹いる。やばすぎ。死者も、海で成長し、淡水の川に遡上して産卵する。死者もうまいもんな。一度の産卵で多い場合は8000を超える数の卵を産みすぎ。食用が盛んだが、シシャモ自体の個体数は減少しており、需要に合わせた供給が難しい。なるほどな。そのため、代わりにキュウリウオやカラフトシシャモがシシャモとして流通することが多い。もう違う魚がシシャモとして食ってんのか、俺たち。パーカーホー。何これ。知らねえ魚来た。パーカーホー。淡水域に生息する暗色の大型の回遊魚。食性は植物性であり、藻類や植物プランクトンのほか、果実なども食べる。鯉目では最大の魚であり、鯉系なんだ。魚の王とも称される。え、フィッシュキング。3メートルを超える個体も確認されたが、最近ではほぼ発見されない。いないんだ今は。食用としての乱獲と環境破壊により個体数は激減しており、絶滅が危惧されている。まあ、でかい魚ってやっぱ食い害がありそうだから、それでねえ乱獲されがちって感じなのかな、やっぱ魚として。魚ってつらいね、みんな。でかいと、でかいとつらい。でかいとつらい。でかいはつらい。すごい。じゃあ、こんなもんかしらね。ちょっと他の人がね、見つけてくれてるお宝チェック、ちょっと取りに行きましょうかね、今から。シロナガスクジラ。あ、こいつ連れ歩けないんだ。でかすぎて。でかいなと思ったら。でかい魚は連れ歩けないんだね。なんでですか？いいじゃないですか。俺の
お前、俺のペットになれよ。お、円盤見っけたー。で、誰かが登録してくれてるね、これ、円盤。何の円盤だ？もう円盤ももう、匂いないんだよな、ダメだ。無数の刃。ねえ、ドワフソフトフィッシュとか、その類のやつらをゲットすればいいやつですね。今回ももうだいぶちょっと探索したけど、なさそうだな。次のエリア行くか。はい、ということで、これで次にレベルは、80。高え。やばくね、80の男よ、俺。何も上がらないんだ。釣り歩きコストが増えましたとか、そんな、何もなかったわ。いや、まあでも今回ね、そのお宝がたくさんゲットできて、ニューのお宝がたくさんゲットできたのと、魚が3匹ぐらい、新しいのをゲットすることができて、大満足です。つくも版だけ不満足です。次行きましょう。よし。じゃあまた探索していきましょうか。まあ、今回もね、さすがに、つくも版が埋めたい、俺。つくも版。どうやったら埋まるっすか、つくも版って。つくも博士いますか、うちの紙に。つくも博士。お、なにこれ。世界一の種子。え、これ植えたら世界は救われるのでは？これ、え、世界一の物語ですよね、今回って。種ありましたけど、大丈夫ですか、これ植えたらどうですか。ねえ。世界解決では。これ UML にじゃなくていうか、つくも版にしろよ、世界一の種子。とんでもねえもんだろう、どう考えても。いいアイテムですよ。でも、そんなものは別にいらないようです。わかんねえ。つくも版の基準がわかんねえや。いや、ここ行くか。ここは真ん中に穴開いてるとこだよね。あれだから。穴取りに行く、穴見に行くが。さあ、穴の中にはね、やっぱ結構古代の生物とかがたくさんいたりとかして、面白いとこなんですよね。宝箱があったりとか。まあ、俺も撮ってるんですけど。よし。なかなか変わった生物もたくさんいるので、まあ、取り逃しがあればみたいな感じですかね。あ、ニューの魚いた！びっくりした！普通にいた！エクセリア！初めて見る。エクセリア。それ、初ゲットやもんな。うん。エクセリア。古代3期頃、古いやつだ。比較的浅い海に生息していたとされる小型魚。へえ。全長は約11センチメートル。本種最大の特徴は非常に長く伸びた背びれと鎌のように細長い腹びれである。ね、大型ヒゲが2つ生えてるよ。シイラに体の基本形状が似ているとも言われる。お、大きさだけでなく発達段階で背びれの形状は変化するとされている。あ、ここからどんどん大きくなる魚ってこと。わかんねえ。つまるところね、出世王的なやつ、わかんねえな。魚ってわからん。はい、なんか偶然、だいたいいつもさ、俺こうやって群れはさ、あのアンベールするためにジュエって軽くチェックだけはやるんですけど、その過程で急にニュー出てきたらさすがにビビるよね。うん、アンベール埋めてこうかなみたいな、そんなノリでいたのに。腕ピッピですよ、バーニラ。バニラ元気してる？ついてこいよ、バニラ。ねえ、ね、これ見てた。エンバーム。で、まだ全然あのパラソル終わってないね。上に行きましょう。頑張って。ここって何の海だろうね。あ、鉄道弓来た。熱い。淡水域でもなさそうだし、古代のところ？わかんねえや。まあ、なんでもいいや。淡水はもうでもいいかなって感じするけど、俺毎回いいかなって言ってる魚がちょいちょい見つかってるから、やっぱいいかなとは言えなくなってきたよね。正直。なんでもいいかなじゃない。割となんでも埋まってきてるからな、ほんと。みんなのためにタグをつけてます、私今日も。よいしょ。どうだ、おめえら。ニューはいるかい、ニューは。群れはね、アンベル稼ぐ肝ですから、皆さん。忘れずにやっていきましょう。で、俺、なんかコメントで聞いたんだけどさ、なんか、生放送しててね。なんかタグって10個までしか登録されないんだよね。なんか10個とやったら10個未満のやつがどんどん消えていくとのことで。ねえ。消えないで。内側から宝あんの。よいしょ。お、グッとつけてくれてる。ありがてえ。すげえとこにあんな、お宝。よいしょ。
割とガンガン俺つけていくから、ガンガン、ねえ、なんかタグが消えていくわけで。ごめんよ、全獣。俺が消える前に、俺が消える前に、俺が死ぬみたいだよ。俺が消える前に、ちゃんと、ねえ、チェックして取ってくれよ、みんな。うん。まだまだ見つけます。よし。あ、ここのステージ今回何かなって思ったけど、警告か。警告もよう出るからな。警告にある横穴。横穴どこだっけ？もっと下か。つくも場のとこだよね、ここ。毎回同じだよね、この警告。まあ、あるある、この穴。この穴抜けると、つくも場埋まるやつだね、ここは。よし。レアな魚とか、まあ、なんか変異種ばっかだからレアな魚なんだろうけど。もう何度も来てるから、バニラも来ちゃったよ。バニラ。よし。なんか今回さ、多分だけど、埋まんないよね、多分、つくもばん。でも、匂いの魚たくさんゲットできたから許して、みんな。ん？刺繍。新しいやつまたゲットですね。刺繍。上んところたくさん登録してくれてんな、みんな。行ってこよーっと。ニューのやつもいた、ラッキー。何これ、ちっちゃいやつだ。ニシキテグリ、色やば。ニシキテグリ、とんでもない色してる。太陽や斑点が鮮やかな熱帯魚。熱帯魚なんだこれ。青い体色に見える魚はこの世に多数存在するが、ほう、それは結晶の構造的に光の反射によって青く見えているだけである。そうなんだ、本当は。しかし本種は細胞の中にある青色色素によって青い体色に見えている非常に珍しい魚である。あ、本当に青いやつなんだこいつは。青色色素を持つ海洋生物は本種の他にわずかしか確認されていない。でもいるんだ、オンリーワンではない。オンリーワン目指せ。その色をもっとねえ綺麗な青にしろ。いや、十分綺麗です。ねえ。なんかあんま来たことないなって思うところ、こういう上とかさ、そういうところはなるべくこうやって覗くようにしてるんですよ。多分ね、やっぱこのゲームね、その、サンゴの周りとか、どっかの周りとかにいる固有種ってのが絶対いるんだよね。ねえ。だからね、そういった魚をね、取り逃さないために、ちゃんと、このやっぱ、どんな魚でも軽くでこうやって見る癖はねつけておかないと絶対一生埋まんねえっす、このゲーム。なんで癖つけていきましょう。ん？なんだこれは。天になんとかかんとか、水晶のドクロ、天に戻れぬなんとか。え、なんか埋まった。なにこれ。これ怒りのやつだ。これ商人の瓶に書いてたやつだ、これ。うわ、変なとこにあったな、これ。これね、前回生放送で見つけた瓶の中に書いてたやつで、その宝を持った船は必ず沈むみたいな。ねえ。で、怒りがどうこうって書いてたんですよ。今のですね、これ、答え。怒りがありましたってやつ、怒りが。マジで、マジでこのゲーム適当に探索してたら急に埋まる。よかった、ちょっと待って、じゃあ今日、え、今日神じゃん。じゃ、つくも版が埋まりました。神。で、新しい生物、埋まりました。あ、神。ということで、僕の勝ちです。ね。対戦ありがとうございました。はい、ダイアリー。っていうか、なかなか UML 出てこないなって思ったけど、そう。誰も探していないのである。いや、違う。探してるけど出てこないんだな、丸が。本当に丸が出てこんとかある、そんなこと。なんだここすげえ深いところ、シュモクザメ的なやつがねえすげえいる。シュモクワールドだここ。深すぎて怖い。ここ地獄の穴行き、地獄の穴へこそ。ねえ、ここ来たことある気もするな、シュモクザメの天国。シュモークワールド。シュモークワールド。シュモア。シュモア来たことあるな、多分。なんもないな、ここ。シュモアになんかあるじゃん、ポエムイーター。これ見たことないかも。え、来た。解読的な文字を眺めていると、まるで夢の中で会話するときのような認識が曖昧なまま、頭の中に言葉が浮かんできた。アップカルルより継承した二股の槍は、
武豪に握られた山は海の木造になった。ほどなくして大地が不気味なうなり声を響かせた。来たー、鍵は木臼となった。やったー、これ持ってなかったやつだ。うわー、やっぱね、好奇心は最高だってことね、うん、猫は死なないから、みんな好奇心は最高だ。みんな好奇心を持っていろんなとこへ行け。え、なんだかんだつくも版2個埋まったが、今日やばすぎるだろ。ねえ、ニューの魚もいっぱいいたし。待って、え、マップこんだけ見て、こんだけ見てるのにさ、アンノンパルス見つからないってやばくない？ガチで。あ、やっと終わった。ほら16分かかってんだよ今回。やばくね？マジ見つからなかったんだよ。どこにあったんだろうさ、今。本部から各ダイバーへ、ね、全てのアンノーンパルスを観測できました。全ては以上で。宝箱もある。待って、宝箱ある。ダイバーの皆さん、待って待って、やばいだろ今回。これ3つ目だろ。あ、つくもパン本日3つ目。えぐい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 。本部から各ダイバーへ、シームルグダリアの。いいいい、もういい、そんなそんな、もういい。対面付近のドローンの映像を送信します。もうもうもう、ほんとダリーヤ君はいいから。ダリー、宝箱開けごま。でん、良き管理者。嬉しすぎるだろ。ハンドクリームあった。どういうこと、ハンドクリーム。ハンドクリームが宝だったんだ俺たちの。うわー、ちょっとマジで、皆さん神回でした、ありがとうございました。あ、本部から各ダイバー、鳥ちゃん、いつもの鳥ちゃんね。よし、シムルグダリアでした。ダリーヤくん、いつもありがとう。よし、んニューまたいたぞ。何これ、ちっちゃいの。え、ちっちゃすぎてわからな。ピス、メナスピス、ピス、ベル向きに生息していたとされる軟骨魚類。銀ザメの中、そう、頭部は硬い甲羅に覆われていた。銀ザメくんか君。質の角が3つ生えており、頭部は特徴的な見た目をしている。4センチ。腹びれは体の割合に対してかなり大きく丸みを帯びている。小指くらいじゃん、もっとちっちゃいかも。くねらせるようにして海底付近を泳いでいたと考えられている。すごいやつですね。ここ古代生物がいっぱいいるな、ここ。へえ。あ、またいた、またいた。えーって、やばい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 。かわいい顔してんじゃんお前。ねえ、リプノリンクス、神回か今日は。デボン紀前期から中期に生息した魚類。現生する廃魚の古い仲間であると言われる。廃魚ね。頭の骨は非常に丈夫で、両生類のそれに近いとされており、硬そうだもんな頭。本種は甲骨魚に分類されている。詳しい生態についてはよく分かっていない部分も多い。全長は90センチメートル前後あり、肉質のヒレを持っていた。まあ、妄想で描かれております。ファンタジーですから。ちょっと待って。やっぱ古代の生物のところをやっぱり、ここ入ろう。ここの穴、古代のね、アドベンチャーワールド行こう。古代のアドベンチャーワールド。来たことあったっけ、ここ。来たことはあるか。あるけど、古代のアドベンチャーワールド、宝箱開けてんもんな、ここ。ねえ、もしかしたらまだ俺たちの見ぬ子たちがいるのかもしれない。んん、いたいた、やっぱいた、やっぱいた。何こいつ、ピスピス来た、ピスピスシュ。プテラスピス。何この体。デボン紀前期に生息していた魚。頭部から胴体に向かっては硬い外骨格で覆われている。ね、囲まれてるよね。外骨格の左右の端に戦闘機の翼のようなトゲがある。あ、本当だ。背中には複数のトゲ部分があり、捕食者から身を守っていた。まあ、トゲで身を守るタイプね。腎臓により体に入った余分な水を排出していたという。体長は25センチメートル前後のものが多い。なんでそういうのわかんだろうね、全部。世界の科学者ってすごい。やっぱ。あれだね、なんか怪しいと思ったところとか、一匹ニューがいると思ったらそこには10匹ぐらいニューはいる。みんな、うん、1匹いたら10匹はいる。なんかあれみたいに、やだな、ね、そう思って生きていこう。
ニューの周りにはニューがいるんだよ、やっぱ。そこには来てないってことだからね。さすがにもう全部見たかな、これで。いや、今回ちょっとね、いいマップだから、いろいろ見つかっていいマップだからさ、ちょっとだけ、あれだね、100% にしておこう、マップ踏破率を。ね、ちょっと、頑張りますわ。頑張ります、マップ踏破率。これはね、いいとこですよ。マジで。100% 達成できましたー。カエルか、100% だったし、よし。いやー、だいぶ今回集まってよかったー。おっと、つくもパンが奪ったのがマジで神オブザ神でしたね。オッケー、生き物大好き。俺大好きよ。そして大だなよってことで、いい感じでしたね。オーシャン ID こちらとなります。なんかちょいちょいと見つけたのでね、良ければという感じでしょうか。はい、じゃあつくも版見てみましょうか。一気に埋まったわ。みんな悪い。俺、ゴール見えてきた。あと7個でーす。ハンドクリームよ、発見した。なんでだよ。持ってたよ。さて、これでね、ポエムですね。シュモクザメがいる穴の中で見つけました。81番です。そして、これ。商人の手紙に記された宝、怒りのやつですね。天に戻れる7つの魂と、ゲットしました。いや、だいぶ熱いね、このゲーム。勝ちか、これで。さあ、生物図鑑か、これで残りついに、42となりました。え、マジで終わりそう。すごい。お宝図鑑も、今回でガッと埋まりましたね。ということで、今回見つけたお宝だけ見ときましょうか。はい、まずこれ、刺繍。人々が思いを綴った詩を集めた本だ。用紙してできており、思いが保存状態は悪くないぞ。海に使っても大丈夫な。ねえ、これやばいやつ。世界一の獅子。巨大な黒と白の物体。調査本部によれば、この海域特有の植物の獅子で学術的価値が高い。植えようぜ。海に植える。木彫りの人形。女神のやつです。すごいね。海の精霊が人前に現れる際の姿。そして、銀だこ。次、銀だこ。毎回金だこ、金だこ言ってて、銀だこいつ出るんだろうなと思ったら、やってたね。銀だこ。これでゾウ、お象さんシリーズが埋まったのかな。よかった。イルカはなかったな、イルカの像は。で、これが黒い弓。鉄の弓ですね。鉄の装飾の弓。で、木管。紙の代わりに木の板に文字を書いていた。木管もあるので、木管になって、羊皮紙になって、紙となるっていうね、時代を得て。で、今日ゲットしたあのね、やつ、商人の手紙です。これね。うん。あの宝を落とした船は必ず沈む。ってやつですね。怒りはあるだろう。目印にしろ。目印にならへんねんな。ぶっちゃけ。偶然探してたら見つかるんだよ、ああいうのって。不思議すぎるだろ、このゲーム。はい。ということで、今回ここまでにしましょうか。さあ、だいぶこのゲーム埋まってきましたね。あと少しです。つくも版、100じゃないわ。100は終わんねえ一生。99まで、しっかり終わらせていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ダイダラでした。おつぱいよ。